パパ活という言葉が生まれてかなりの年月が経過した。パパ活というものがどういうものかはほとんどの人間が理解しているであろう。要は援助交際で、パパ活は体の関係はないと言い張る人もいるが、実際は体の関係まであることも多く、大差はないと判断できる。男性の、特に学生時代から恋愛弱者でお金だけは持っている中高年の男性はターゲットになりやすく、彼らが必死に貯めたお金を女性がかっさらう事例は表に上がっていないだけでも相当数あるだろう。代表的なものは頂き女子リリちゃんこと渡辺舞の事件がある。3人の男から合わせて1億5500万円を騙し取ったという猛者である。リリちゃんの事件以外にも、高齢男性の恋愛感情を悪用し40人以上の男性から3億円を騙し取ったという女性もいる。それが西村恵里奈である。女性がデートに付き合う見返りとして金銭をもらうパパ活に応じた男性から計1600万円を騙し取ったとして、大阪府警は八尾市に住む男女を詐欺容疑で逮捕。逮捕されたのは無職の西村恵里奈27歳と、知人で職業不詳の吉田清和50歳。恵里奈と清和の2人は共謀し、 SNS を通じてパパ活の相手を募集。これに応じた男性に恵里奈が会って食事などを共にした上、学生時代の奨学金を返すために借金を重ねてしまい、お金が必要などと援助を持ちかけ、数回に分けて計1600万円を騙し取った。この逮捕をきっかけに恵里奈と清和を調べてみると、予想通り同様の余罪がわんさか出てきた。そして被害に遭った人たち、つまり恵里奈に騙された人たちはほとんどが60代以上であったことも分かった。西村恵里奈のマッチングアプリ内のプロフ画像を見ると、ほとんどの人が美人と思うのではないか。恵里奈の顔画像がニュースで流れた時は、芸能人の加藤ローサさんやビビアンスーさんに似ているという意見も上がったほど。西村恵里奈はどういった人間だったのか。西村恵里奈は両親と弟、祖母の5人家族だった。学業は相当に優秀で、大阪市立大学医学部看護学科という難関を卒業。保健師の国家試験の受験資格を得られるカリキュラムだったため、卒業時に看護師と保健師の資格を取得した。卒業後は大阪市立大学医学部附属病院に就職し、その後大企業の保健師を務めた。経歴や職歴を見ると順風満帆な素晴らしい道を歩んでいることがわかる。きっとそこに至るまで相当な努力もしたであろう。恵里奈は容姿にも恵まれていたことからも、誰もが羨む人生を送っていたのではないか。しかし結果的には犯罪者となってしまった。これ以上ないくらいの転落人生であるが、きっかけとなったマッチングアプリは2020年9月頃から始めていた。恵里奈はアプリ上ではサキという名前で登録しており、プロフィール欄には初めまして、年上の方が大好きで、びっくりされるかもしれませんが、以前は65歳の方とお付き合いしていました。毎日ハッピーになれるような楽しい時間を過ごしたいです。末永くお付き合いできる方を探しています。よろしくお願いします。外国人かとよく言われますが、日本人です、というメッセージも添えていた。プロフィール画像といい、65歳の方とお付き合いしてましたなどという記述といい、桜感丸出しであったが、こんな見え見えの地雷でも踏んでみたくなるのが男のバカなところ。一縷の望みをかけて60歳以上のおじいちゃんが勇気を出してマッチングしてみると、そこにはプロフ画像と同じ綺麗な女性が現れた。おまけに看護師で性格もいい。初めて先に出会えたおじいちゃんは天にも昇る気分であっただろう。もうここまで来ればあとは咲子と恵里奈の意のままである。恵里奈は相手に看護師免許を見せ、借金を返済しないと復職できないなどと同情を誘った。おじいちゃんは
ひょいひょいお金を出してくれたので、ある程度の金額を受け取るようになると、エリナの要求はエスカレート。看護師時代のローンがある。さらに弟が大学に進学するのに私が奨学金を返さないと、弟が奨学金を借りることができないと、重ねて金銭を要求した。お金の見返りとしてホテルや自宅に誘って肉体的な関係を結ぶこともあった。その際すぐに返せないので、せめて体でお礼をなどということもあった。真剣交際はもとより結婚をちらつかせることもあり、おじいちゃんはどんどんエリナの虜になっていき、そうしてもらったお金は総額で億を超えていた。こういった手でエリナが騙したおじいちゃんたちは40人以上にも上ったが、なぜそんな人数を相手にしながら被害届すら出されなかったのか。エリナはその辺は巧妙で、毎月 0.1% を返済しますという借用書を書いており、実際に指定された口座に振り込み返済もしていた。しかしそれでも本当にお金を返してくれるのかと疑ってくる人も中にはいたため、そういった人に対してはストーカーとして被害届を出すと言って釘を刺した。この時点で騙されたと気づいたが、警察に相談もできず泣き寝入りした被害者もいたのである。こうして被害届すら出されず、何人もの高齢男性を毒牙にかけていったが、それもついに終わりが来る。エリナに騙されて何度も大金を下ろしに来る男性に対し、銀行側があなた騙されていませんかと声をかけた。この一言で男性は冷静になり、話を聞いてもらったところ、いやそれ詐欺でしょうと判断され、警察に相談。今まで計750万円も振り込んでいたのに、誰かに言われるまで気づかなかったのも驚きである。ここからエリナに対し捜査のメスが入るのであった。そうして西村エリナは逮捕。しかし調べてみると、エリナは吉田清和という別の男の指示の下で動いていたことも発覚。エリナは実行役で、指示役は別にいたのだった。エリナには確かに奨学金の借金やカードローンの残債が残っていたが、あれだけ騙し取ったお金を返済に充てた形跡はなく、受け取ったお金は全て清和に流れていたことも分かった。エリナは容疑を概ね認めたが、清和は完全黙秘を貫いた。警察は被害状況を調べるために捜査を開始したが、予想以上に長引いた。被害男性の数があまりに多かったからである。エリナがアプローチした男の数は70人を超えていたが、そのうち被害届を出したのは十数人程度。一番騙された金額の多かった人は5730万円で、最も少ない額でも150万円という凄まじい被害総額であった。西村エリナと吉田清和は完全な主従関係にあったようだが、看護師で20代のエリナと50代で無職の清和はどのような接点があったのかが詳しく調べられた。二人の出会いは事件が起こる6年ほど前。当時清和が経営していた会社のアルバイト募集にエリナが申し込んできたのが初めての出会いだった。この会社は投資系の会社だったのか、エリナは清和から株といった投資のいろはを学んだ。そして一通り知識がついて資産運用を任されるようになったエリナだったが、ある日の株取引で大損失してしまう。エリナは顔が青ざめ、どうしたらいいですかと相談するも、清和は激怒し、エリナに対してどうしてくれるんやと凄んだ。エリナ自身も負い目があったことで完全に清和の傀儡となってしまい、清和は返済の手段としてこういうものがあるとエリナに提示。それがパパ活詐欺であった。エリナは見ての通り美人、看護師の資格も持っており愛嬌もある。こんな女性を前にした60代の男なら、これが人生最後の恋とときめいてしまうのも無理はないであろう。また男たちの中にはエリナが元看護師だったということもあって、付き合って結婚までいけたら老後の介護も見てくれるのではという思惑もあった。だからこそ
大金を惜しみなく出してまでエリナを射止めようとしたのである。清和の考えたおじいちゃんをターゲットにパパ活詐欺はこの上なくうまくいったのである。おそらくエリナも自分がやっていることが詐欺だということは理解していたであろう。しかし清和の拘束は徹底しており、エリナは友人はおろか家族とも連絡を取ることを禁じられ、清和のマンションで共同生活を強いられた。外出先や食事、睡眠といった行動も全て管理されていたため、実質マインドコントロール状態になっていたのである。外部にこの状況がバレないように窓には段ボールを貼って見えないようにするなど、その徹底ぶりは凄まじかった。そしてエリナが騙し取ってきたお金は3億円ほどになっていたが、このお金は全額清和に渡っており、そのお金を清和はなんと動画配信の投げ銭に使っていたというから驚きである。清和も清和でどうしようもない人間だった。そして長い調査が終わり、40人以上から3億円以上騙し取っていたが、実際に立件されたのは17人の男性から1億9500万円騙し取った分だけだった。裁判にてエリナは清和の支配下にあり、ほとんどマインドコントロール状態にあったことが明らかになった。それに伴ったわけではないが、エリナに関して被害者側から怒りの声どころかむしろ寛大な処分を求める声が多数出た。実際はエリナに騙されていたのであるが、エリナは看護師で懸命に働いており、真面目で誠実、とても気が利く優しい女性で、しかも美人で愛嬌もある。そんな女性に頼られ、中には肉体的な関係まで行ったこともあって、被害者男性たちはエリナは騙されていただけで本当はいい子と事件が発覚した後でも本気で思っていた。被害額が億を超えており、弁済もなされていなかったことで、検察側は極めて悪質として懲役5年を求刑したが、被害者男性たちの訴えや清和のマインドコントロール下にあったとこもあり、西村エリナには懲役3年執行猶予5年の寛大な判決が言い渡された。清和については未だ係争中である。事件が起きた時期は記憶にも新しい流行り病による自粛期間真っ只中であった。そのせいで仕事がなくなったりと生活苦になる人も続出し、 SNS 上でお小遣い欲しさにパパ活に走る女性も少なくなかった。パパ活はどちらかというと女性が被害に遭うことの方が多いが、今回のように男側が詐欺被害に遭う例もある。性的な関係までいくと、このことを職場や家族にバラすと脅され、さらに金銭を要求されたり、男がシャワーを浴びている最中に時計や財布からお金を盗んだりといったケースもある。今回の事件はターゲットを高齢男性に絞ったのがこれだけうまくいった要因の一つである。エリナのような容姿に恵まれた人間に60代以上の男が好きなどと嘘吹かれれば、女性に免疫のない高齢男性などいくらでも思い通りにできる。冷静に考えれば、親子ほど年の離れた女性と中高年の恋愛などまずないのであるが、恋は盲目というか、そういうことも考えられなくなってしまう。そもそも60代になってマッチングアプリを利用しているような人間であるため、詐欺の可能性にも気づかないかもしれない。被害男性の中でも最高額のお金を貢いだ60代の男性は、マッチングアプリで物色中にひときわ美しいサキの写真に心奪われた。しかもプロフィールには60代が好きと書いてある。連絡を取ってみるとすぐに返信があった。しかも内容には、60代以上の人好きです、60歳になって初めてのロマンス、やり取りを重ねていき、数日後に初めて対面した。加工の技術が異常に発達した現代では、プロフ画像とはほとんど別人の人間が現れて幻滅することも多いらしいが、サキは写真通り美しい女性だった。サキは初対面ですぐに真剣交際を匂わせてきた。
男性はこの年で結婚願望があり夢のような時間だったであろう。男が自分にのめり込んできたことが分かったタイミングで奨学金を返済するためにお金を貸してほしいと懇願。もう男は疑うことすらせずお金を出した。そして完全な ATM と化した男性は次々にお金を要求され、男もそれに応え、気づけば3ヶ月で5700万円も渡していたのである。男性にとっては理想的な展開だった。サキは男性に交際を意識させると奨学金を返済するためにお金を貸してほしいと切り出した。男性は疑うことなく応じた。その後もサキはカードローンの利子が高くて困っているなど様々な理由をつけては金を求めた。結婚を意識していた男性は金を払い続け、その額は初対面から約3ヶ月で約5700万円に上った。これは最も被害額が大きかった人の例であり、同じような被害者は多数。エリナも清和の指示なのか、より多額の現金を引き出すため食事に行ったり、大好きだよ、今日はカップル記念日だねといったメッセージを SNS で送ったりすることも欠かさなかった。そうした甘い言葉に騙された男性は延べ71人、その平均年齢は61歳だった。警察の捜査で判明した被害総額は約3億2000万円だが、被害者の中には既婚者であることを隠してマッチングアプリを使っていた人もおり、騙されたことを隠して被害届を出していない人も間違いなくいるという。また被害男性の中には今でも真剣に交際をしていると思っており、詐欺被害に遭っているということ自体認識していない人もいる。被害者が訴えない限り事件にはできないため、警察も全容は解明できないのだった。洗脳に近い状態だったとはいえ、肉体的な関係まで持っていったのはエリナの意思だったのか。エリナは自室によく高齢男性を連れ込んでいたが、同じ階に住む人はエリナのような女性が住んでいると思っていなかった。毎回違う60代のおじいちゃんが入っていたからである。大切なお金を騙し取られたのに、それでもエリナは本当はいい子と信じて疑わず、寛大な判決を求めていたという事実は驚嘆である。肉体的な関係までした後、ベッド上で借金があるから看護師を辞めたの、返済すれば看護師に戻れるなどと甘えた声でささやけば、高齢男性たちはなんとかこの子を救ってあげたい、借金生活から抜け出させてやりたいと思う一方で、これだけ貢いで看護師に復帰できたら結婚してくれるのではという下心もあっただろう。結婚してエリナに老後の自分の面倒を見てもらおうなどと目論んでいた人も多かったが、本気でそう思っていたのならやはり男ってバカばかりと女性側に思われても無理はないのかなと思ってしまう。あるわけないじゃん。加藤茶さんやラサール石井さんなどは例外中の例外で、しかも彼らは一つの業界で成し得た人たち。何者でもない我々一般人にはそんな夢のような話はないのである。しかしそうは分かっていても騙されるのが男の性が、いただき女子リーちゃんの例もあるが、確実にこの手の犯罪は今後増えるであろう。しかもリーちゃんは単独犯であったが、エリナのように清和のようなブレーンの下で男に色仕掛けをして金銭を騙し取るのは本当に立ちが悪い。エリナの時もそうだったが、因縁をつけて気の弱い女性を洗脳状態にするのは悪い男なら余裕でやることである。恋愛といった人間の本能に基づく犯罪はやはり防ぐのが難しい。分かっていても騙されてしまうし、騙されたのが分かっても被害に遭っていると思わない。これから頻発する令和の犯罪の幕開けのような事件である。